皆さんは、日本の新幹線が世界の高速列車よりも優れていると思いますか？実は世界中から、日本の新幹線が注目を集めているのです。どうして、日本の新幹線が注目を集めているのでしょうか？そして、鉄道発祥の地であるイギリスや、経済大国アメリカの官僚たちが、こぞって新幹線の視察のために来日しているのです。そして、彼らは日本の新幹線のある光景を見て、衝撃を受けました。今回は彼らのエピソードをもとに紹介していきます。早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。鉄道はイギリスで発明された世界初の技術で、世界の人々を驚愕させました。鉄道は貨物や旅客輸送に役立ち、今も世界で使われ続けています。そんな鉄道発祥の地である。イギリスの運輸大臣が日本の新幹線を調査するために日本を訪れました。このようなことは珍しいことではなく、世界各国から新幹線の調査目的で来日することがたびたびあるようです。日本の新幹線が世界からこれほどの注目を集めているのには、とある理由が隠されています。皆さんは新幹線に乗ったことはありますか？多くの人が新幹線に乗ったことがあるかと思います。今や日本では新幹線は長距離移動には欠かせない交通手段となっています。新幹線のはやぶさは時速約 320km で移動します。これに対し、高速鉄道を長年研究してきたフランスによって作られたテジェベ POS も時速 320km 前後で運転されています。このことから、日本も世界トップレベルの高速鉄道技術を保持していることがわかります。さらに、日本の新幹線では線路内にむやみに立ち入ったり物を置くことを禁止するなど、法令の整備も十分にされていることから、安全性も高く評価されています。フランスや中国をはじめとする世界の有名な高速鉄道でさえも、このような規則は決められていません。そして、日本にはもう一つ特徴的な点があります。それは新幹線の遅延が少ない点です。ヨーロッパでは10分程度など遅延とみなされないことがほとんどです。これらのことから、日本の新幹線が安全で高品質であることがわかるでしょう。この世界よりも優れた特徴を持つ日本の新幹線を見るために、さまざまな国の人が来日しています。そして、イギリスの運輸大臣であるマーク・ハーパー氏も同様の目的で来日しました。イギリスというと鉄道発祥の国であり、1804年にリチャード・トレビシックによって蒸気機関車が発明されました。その後も鉄道は進化を重ね、貨物や旅客輸送で利用され、今も活躍を続けています。そんな鉄道にゆかりがある国から来訪したマーク・ハーパー氏は日本の新幹線を絶賛しました。実は、今回マーク・ハーパー氏が来日したのは、プロジェクトを達成するために重要なものでした。そのプロジェクトは、イギリスで進められていた大規模な高速鉄道プロジェクト、ハイスピード2です。ハイスピード2は首都ロンドンから、第二の首都バーミンガム、そして3番目に大きい都市マンチェスターまでを線路でつなぐプロジェクトです。このプロジェクトが達成すれば、イギリスの長距離移動が大幅に楽になると考えられていました。しかし、2023年4月にイギリスのスナク首相によって計画の一部中止が宣言され、当初の計画の半分未満の工事となりました。中止せざるを得なかった理由には、経費の問題が挙げられます。当初予定していたコストよりも2倍以上に膨れ上がり、費用対効果に疑問が生じたのです。そして、計画中止後は余った費用360億ポンドは交通網の発展に利用されることに決定しました。これは、計画は中止したものの、イギリスの交通の便を良くするための前向きな決定となりました。この決定もあり、マーク・ハーパー氏は日本の新幹線を視察するに至ったのです。彼はイギリスのスナク内閣の運輸大臣として G7 交通大臣会合に参加しました。 G7 交通大臣会合は G7 交通担当大臣及び EU の
交通担当委員が一堂に会し、今後の交通、ひいては社会全体を左右する重要なテーマを取り上げ、大きな方向性を議論するものです。2023年は日本の伊勢志摩で開催され、イノベーションを通じた誰もがアクセス可能で持続可能な交通の実現について議論されました。ハーパー氏は会合の事前に新幹線を調査し、世界的に有名な日本の新幹線を視察したと X に投稿し、日本の新幹線が注目を集めました。ハーパー氏は新幹線が整備されることでさらなる雇用を生み出し、経済成長にもつながっているだろうと称賛しました。そしてイギリスのハイスピード2にも生かしたいと感じたようです。さらに Facebook ではハーパー氏によって撮影された動画が投稿されました。この動画ではハーパー氏が、日本はイギリスがハイスピード2を完遂するにあたって参考になる興味深いビジョンと紹介しました。鉄道発祥の地であるイギリスが日本を手本にしたいと発言することにはとても大きな価値があります。またハーパー氏は新幹線の他にも日本の船舶も調査しました。その船舶はゼロエミッション船舶というもので、運航時に温室効果ガスを排出しないのが特徴で、持続可能な交通を目指し開発された技術です。現代ではこの技術が大きく注目されており、多くの日本企業が開発を進めています。世界では船舶でも二酸化炭素の排出を削減しようと考えられているようです。ハーパー氏はこの日本のゼロエミッション船舶に興味を持ち、日本郵船との会談を行いました。この会談ではアンモニア燃料国際エンジン船舶の実用化について話が進められました。ハーパー氏はこの取り組みに興味を表しました。他にも会談では GHG 削減中期目標の在り方などについて議論されました。そして日本郵船はイギリスや世界の関係者と協力し、持続可能な交通に対する先進企業として世界の船舶技術をリードしていくと表明しました。これに対しハーパー氏は感心している様子を示しました。日本の新幹線のみならず船舶までも世界から認められるのはとても誇らしいですね。イギリス以外にも世界中から日本の交通機関を視察する目的で来日しています。アメリカからは先進7カ国交通担当相会合のために運輸長官のピート・ブティジェッジ氏が来日しました。アメリカでは日本の JR 東海が高速鉄道システムの展開を進めており、注目されていました。そこでブティジェッジ氏は自ら日本の JR 東海との会議を希望し出席しました。そこでは東海道新幹線の安全技術や海外展望についても説明があり、興味深く聞いていたそうです。また会議の他にも司令所の見学などを通し、新幹線の安全性、信頼性を感じたと語りました。ブティジェッジ氏はアメリカの交通網に対し取材でこう述べました。アメリカの交通網は様々な社会情勢の変化に弱い傾向があります。近年ではロシアのウクライナ侵攻の影響で資源や食料が確保できない状況が生じたそうです。そのため今後も混乱が生じた時のために日本と交通面での連携を強化していきたい。そうして G7 交通相会合では日本との資源供給網の協力関係強化をはじめとして、輸送網の信頼性向上や半導体などの重要物資の調達多様化の課題について議論されました。また進化が著しい自動車業界の環境問題についても議論されました。環境を大切にすることを重視するようになったこの数年間で大きく注目されているのが EV です。電気自動車は二酸化炭素を排出しないで走行することが可能で、日本でも力を入れて開発されています。ノルウェーでは2025年までにガソリン車の販売を完全に廃止し EV 車への転換を促している。日本も2035年までにガソリン車を廃止すると宣言しています。日本の電気自動車は販売の面で海外から遅れを取っていますが、高い技術力を誇っています。そのため G7 交通相会合では
日本の自動車産業との連携も強化することが示されました。アメリカは日本の交通における高い技術力から学ぶことが多くあると感じているようです。さらに日本は世界で1位2位を争うほど高齢化率が高く、それに対する様々な対策を講じています。アメリカでは人種や障害がある人でも利用しやすいバリアフリー化が進められており、日本と共通点があります。そのため両国ともにメリットがある、有意義な話し合いになっただろう。またブティジェッジ氏は日本で新幹線に乗った時の心境を日本で撮影された新幹線の写真とともに述べました。新幹線に乗った時はアメリカとの違いにとても感動したよ。まず日本の新幹線は清潔でサービスが素晴らしいよね。車内にはゴミ一つ落ちておらず、座席は長時間座っていても快適なリクライニングシートでした。そして列車に出入りする駅員さんの礼儀正しい様子や車内サービスなど、日本人特有のおもてなしの精神を感じることができました。そして何といっても日本の新幹線はとても安全だよね。走行中も列車の揺れは少なく、騒音はほとんどしません。新幹線は一度も事故を起こしたことがないと聞いた時はとても驚きました。私の国も日本の新幹線の安全性やお客様へのサービス精神を見習う必要があるようです。と、日本の新幹線に大きく心を動かされたそうです。また、アメリカではダラス、ヒューストン間の約 380km に専用線を建設し、約90分で移動できるようにプロジェクトを進めています。そしてこのプロジェクトには日本の JR 東海が技術面でアドバイスを行っています。このように日本とアメリカの連携は強化されています。資金面では問題を抱えていますが、ブディジェッジ氏はこのプロジェクトが完成すれば日米にとって経済的機会を生み出す原動力になるとポジティブな言葉を並べました。今回は世界で注目を集める日本の新幹線をイギリスやアメリカの官僚が視察した出来事を見ていきました。日本では当たり前に使われる新幹線ですが、世界中の国々にとっては高い安全性や質の高いサービスによって非常に高い評価を受けているようです。日本が注目され、そんな新幹線に当たり前のように乗れるのはとても誇らしいですね。これからも日本の高い技術力を維持し、世界から注目を集めていきたいですね。ああ、日本人からは特別に金を取ってるのさ。それが嫌なら帰りな。とある日本人観光客たちが現地の台湾人から失礼な態度を取られました。それだけにとどまらず、彼らは文字通り命の危機にも瀕することになってしまいます。しかしそんな状況で思わず正気を疑ってしまうような日本人観光客たちの行動に衝撃が走りました。結果台湾人は日本人たちに謝罪と感謝を示すこととなります。一体この日本人観光客たちはどのような行動をとったというのでしょうか。早速一緒に詳しい経緯を見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。近年では台湾に対して反日感情を煽るような教育や偏った言論統制が見られて久しいです。本来であれば日本と台湾はとても友好的な関係を構築しているはずですが、中には日本に対し極端な嫌悪感を抱く人々もいるほどです。この状況を良しと思っていなかったのが今回の物語の主軸となる仁風さんでした。仁風さんは日本が大好きで、学生の頃に行った日本での記憶が素晴らしいものであったため、以来ずっと日本のことをリスペクトしていました。今ではベテランガイドとして日本人観光客のガイドを務めたりすることもしばしば。日本人相手だとついつい気合が入ってしまうくらい仁風さんは思い入れがありました。しかし同時に仁風さんは戦術のような反日感情を煽る世論に悲しい思いを抱いてもいました。若い人や一部の中年世代からそのような感情が見えてくるのを嘆いていたのです。そしてそれは自分の職務上でも起こってしまいました。いつもは観光客のガイドは決まったメンバーの2から3人で行っていたのですが、
この日は他のガイドの退職や別案件などが重なって、経験豊富な神風さんとまだ仕事を始めて間もない新人の二人に任されました。神風さんの上司が彼を信頼して新人に仕事を教えつつガイドをこなしてほしいとのこと。突然負担の増えた神風さんでしたが、これまでの長い職務上似たようなことは何度となく経験していました。新人への教育経験だって一度や二度ではありません。ガイドをこなしつつというのは珍しいケースですが、問題はないだろうと神風さんは考えていました。今回教育を任されたのはまだ仕事を始めて2ヶ月と経っていない楊威炎さん。一見したところとても穏やかそうな人柄でした。実際に話してみても柔らかい話し方とハキハキとした受け答えは神風さんの好感度を高めます。これなら大丈夫だろうと胸をなで下ろす神風さんでしたが、問題はすぐに起こりました。なんとガイドの初日、楊威炎さんは早速集合時間を10分遅れるというミスをやらかします。今回神風さんたちは仕事としてこのガイドを任された以上、遅刻などという体たらくは許されません。ましてや相手は時間に正確な日本人観光客です。またそれ以上に神風さんは楊威炎さんの態度が気に食わなかったといいます。楊威炎さんは神風さんには謝罪をするものの、日本人観光客たちには一切謝罪をすることなく何食わぬ顔でいたといいます。神風さんはもちろん楊威炎さんにその点を注意しましたが、どうも彼は真面目に話を聞いてるように見えません。別に神風さんのことを軽んじているというわけではなさそうです。ただ観光客の方たちに謝罪を促した時だけ頑なに話を聞かないのです。代わりに神風さんが謝罪をしたところ、日本人観光客はみんな笑って許してくれたそうです。さて早速一悶着ありましたが、ツアーはそのまま気を取り直してスタートしました。今回は3泊4日のツアーで、観光客のガイドを務めるのが彼らの仕事でした。最終日まではグルメを堪能してもらったり、台湾の美しい自然景観や建造物を見てもらうという予定になっていました。そして最終日は観光客をコース別に3つのグループに分けて、それぞれに追加人員のガイドをつけて観光してもらう手はずとなっていました。しかしトラブルは初日だけではありませんでした。なんと2日目、3日目も楊威炎さんは遅刻を繰り返しました。所定の集合場所に必ず少しだけ遅れてくる楊威炎さん。神風さんはそんな楊威炎さんを叱り、続けて日本人観光客に向けて謝罪をするのですが、その度に彼らは、まあまあ失敗は誰にでもあるものですよ、集合時間も早いですしね、と言って楊威炎さんの失態を不問に付してくれます。日本人のくせに随分寛容な態度を取りますね彼ら。3日目の遅刻の後、2人きりになったところで楊威炎さんは神風さんにそう言ったそうです。その顔はニヤニヤとした笑みを浮かべていました。神風さんはそんな楊威炎さんをにらみつけつつ、内心では彼の思惑を推察していました。まさかここまでの遅刻は全てわざとなのか、何のために、先ほどの言い方もしかして、神風さんは尋ねました。もしかして日本人のことが嫌いでこんなことを繰り返したのか。すると楊威炎さんはことも投げに返しました。当たり前じゃないですか、神風さんも形式上で怒って日本人たちから許しをもらってくれてましたけど、本当は彼らが嫌いでしょう。神風さんはようやく気がついたのです。楊威炎さんもまた昨今の反日感情を煽った世論に形成された一人なのだと。神風さんは楊威炎さんを叱ることを考えから捨て、とある話を始めました。君は八田余一という日本人のことを知っているか。そう聞くと楊威炎さんは首を横に振ります。神風さんは八田余一氏について語り始めました。八田氏は推理技術者という職業に分類される方で、推理とは噛み砕いて言えば農業や工業などに水を用いて効果的に結果を出すことを言います。彼は優秀な人材であり、台湾を日本が統治していた時代、台湾南部で農業利用できるダムを建設するよう命じられました。当時の台湾は様々な分野においてダムのような基盤となる機関の建設ラッシュが進んでいました。そのため八田氏が受けた依頼もこの地域周辺の活性化のための一環でした。ところが
このダム建設には大きな問題が伴っていました。八田氏が任された南部地域は、河南平野と呼ばれるエリアで、台湾で最も大きな面積を有する平野でした。それゆえに水の巡りがとても悪く、効果的なダムの建設は不可能と思われていたのです。この時、八田氏が依頼されたダムの規模は、貯水量を考えても日本でも最大級のものと同一だったというので、いかに彼に任された依頼が無謀だったか想像に余りあります。その上、総工費には5000万円を超える金額が必要とされ、半分を国が、もう半分を地元の農民が支払うことが決定されたのです。これを知った農民たちは、当然八田氏に、ダムの建設を中止するよう訴えました。八田氏はそんな彼らに懸命に説得を繰り返します。必ずダムの建設を成功させ、この土地周辺を豊かにしてみせます。信じてください。しかし、八田氏の説得も虚しく、農民は彼の言うことなど信頼せず、それでも推し進められる工事には2000人以上が駆り出されましたが、労働環境は過酷を極めたため、さらに不満が続出します。ですが、それでも八田氏は諦めませんでした。彼はまず、ただ言葉だけでなく実際の行動で誠意を示す必要があると考え、すぐ近くに小さな町を建設して、学校や娯楽施設を充実させたのです。住居も作り、労働者の家族も住めるように取り計らいました。また、日本人の労働者や管理職を務める人間が台湾人に対して横柄な態度を取らないよう教育します。これらの働きかけにより、次第に工事に対して現地の人々からも肯定的な意見が見られるようになります。そんな折に、不幸なトラブルが訪れました。日本での関東大震災の発生でした。これによって甚大な被害をかぶった日本は、ダム建設の予算を半分以上カットすることを決定。日本の上役から八田氏に、台湾人労働者を解雇するように指示が飛びました。この指示は、全体に知らされる前に労働者の耳にも情報が入り、労働者たちは自身の身の振り方に不安を隠せませんでした。ですが、八田氏はこれに対して台湾人ではなく、日本人の労働者を解雇するに至ったのです。もちろんこれには、日本人、台湾人の労働者双方から疑問が続出しました。しかし、八田氏は毅然とした態度で言いました。日本人は日本でだって仕事がある。ここは台湾だ。そして、ダムは彼らの生活のために作られるものだ。台湾の人々がその工事に当たるのが道理というものだ。これに対し、不満は避けられなかったものの、現地の人々からは大いに感謝された八田氏。ちなみに、解雇した労働者にも八田氏は、可能な限り再雇用先の世話をしたそうです。ですが、困難はまだまだ続きました。工事現場で、50人の死者を出す爆発事故が発生してしまいます。八田氏はすぐに遺族のもとへ向かい、そのすべての家を訪問して土下座をして謝罪をしたといいます。そんな八田氏の行動に、遺族も心を動かされ、八田氏を許した人々も数多く現れたそうです。中には、犠牲になった人々のためにも、この土地にダムを建設して暮らしを豊かにしてほしいと願う人もいたとか、八田氏はその思いに応えるためにも、さらに命を削ってダム建設を進めました。こうして1930年、ついにダムは完成、ウサン島ダムと名付けられ、現代でもこのダムは、世界最大級の規模を誇ります。これにより、河南平野は米やサトウキビなどが、豊富に採れる台湾一の穀倉地帯としても生まれ変わりました。その後も蘇文ダムを建設したりと、台湾では八田氏の多くの功績が形となって残っているのです。台湾では日本国内よりも八田氏の知名度が高く、長きにわたって感謝をされ続けているといいます。ここまでの話を聞いて、楊燕さんは、驚きの感情をあらわにしていました。学校でもこのようなことは習ってこなかったようで、これまで抱いてきた日本人像と乖離があったのです。しかし、それですぐに彼の感情が一変することはありませんでした。複雑な表情を浮かべつつ、彼は、明日はもう遅刻したりはしません。と、それだけは陣風さんに約束してくれました。そして最終日、予定通りグループに分けられてそれぞれのコースを観光します。陣風さんと楊燕さんは同じコースに分けられましたが、
急な対応をしてくれたということで、会社が配慮をして最も人が少ないコースに振り分けてくれたのでした。というのも、そのコースは有山という山で、自然を楽しむことをメインとしたコースなのですが、有山は気候変動が激しく、山頂ではたった2時間の間に気温が0から40度もの振り幅で変わってしまうのです。結局、神風さんと妖艶さんのガイド2人を除いて、このコースには3人しか参加しませんでした。山に到着し、早速登ろうとしたところで、案内人が一同を呼び止めます。神風さんがこれに対応したところ、なんとこの案内人は山への入場料を支払えと言ってきたのです。本来、この有山を登るのに入場料などありません。神風さんが抗議をすると、案内人が答えました。ああ、日本人からは特別に金を取ってるのさ。それが嫌なら帰りな。神風さんはさらに怒りをあらわにしました。せっかく日本から来てくれた彼らに対してなんて態度だ。誇りはないのか。しかし、かたくなに態度を軟化させない彼女に、神風さんも諦めて入場料を支払うことに。日本人観光客にこのやり取りが見られないようにと、楊威炎さんに彼らの対応を任せていましたが、それでも何か一悶着あったことは観光客たちの目からも明らかでした。そんなトラブルを終えて、山を登りながらガイドを進める神風さん、いろいろな動植物の知識を説明しつつ歩き続けます。有山には有名な樹齢1000年を超える台湾ヒノキという大木もあり、日本人観光客の反応も良かったそうです。途中からは登山列車に乗って山頂まで登り、頂上からの景色を堪能しつつ、お土産を買う時間を設けたりもしました。そのまま5人は昼食も済ませ、あとは下山用のバスに乗り込んで山を降りれば大方のツアーは終わりです。しかし、ここでもまた面倒なトラブルが起こってしまい、神風さんは頭を抱えました。なんと、下山用のバスドライバーが、日本人は乗せられないなと言い出したのです。後から知ったことですが、このドライバーと先ほどの案内人は夫婦関係にあり、揃って反日感情の強い2人だったのです。おそらく先ほどの案内人から報告を受け、このドライバーもこのような対応を取ってきたのでしょう。どれほど怒りの抗議をしてみたところで、ドライバーはバスに乗せようとしません。しかし、時間帯的にこのバスを逃せば、山を自力で下るしか下山方法がなくなります。きちんとした用意をしていない中、こんな時間から降り始めるのは有山においてはとても危険です。それもあって、先ほどとは違って神風さんも一切引き下がることなくドライバーに詰め寄ります。そのままあわや殴り合いにも発展しかけない雰囲気だったため、慌てて楊威炎さんが神風さんを制止し、日本人観光客も彼らの仲裁に入りました。そして今度は楊威炎さんが何とか交渉を続けて、ドライバーを変えてもらえないかとこのバスの運営会社に掛け合いました。するとしばらくして別のドライバーがやってきてくれて、なんとかバスに乗車することができました。先ほどのドライバーは恨みがましい目でガイド2人と日本人観光客たちをにらみつけて去っていきました。こうしてバスに乗って下山できた一行ですが、神風さんはすっかり落ち込んでしまったようです。ベテランであり、本来なら場の雰囲気を取り持つことも重要な職務ではありますが、神風さんの気持ちも理解できてしまいますね。代わりに楊威炎さんが日本人観光客とコミュニケーションを図りました。そこで、ようやくこの4日間でまともに日本人と会話をした楊威炎さんの中に、ある感情が芽生えました。あれ、とても話しやすいし、彼らもこの状況に気を使ってくれているのがわかる。こんなことがあったのに、彼らは私たちガイドに対して優しく振る舞おうとしてくれているのか。そう、これまで抱いていた日本人への感情がポジティブなものに変化しつつあったのです。実際にコミュニケーションを取ったことで、これまで知識として植え付けられていた思想が全く真実などではなかったと楊威炎さんは気づくことができました。一方、神風さんは先ほどの怒りが収まって、今度は完全に自責の念に駆られてしまいます。バスを降り、おのおのの荷物を手にしたところで、神風さんは謝罪をしました。本当に申し訳ない。せっかく皆さんが台湾を訪れてくれたのに、こんな経験をさせてしまって、なんとお詫び申し上げればいいか。
そう言い、彼は顔を伏せてしまいます。仁風さんの様子に、楊燕さんは、彼がどれほど日本人を尊敬し、そして彼自身が、そんな彼らに見合うようになりたいと思っていることを、昨日の八田与一氏を話す姿を思い出しつつ実感しました。楊燕さんも謝罪をしようと思ったその時、一人の日本人観光客が仁風さんの肩にそっと手を置いて言いました。お詫びなんていりませんよ。こんなことで台湾を嫌いになったりしない。日本にだって困った人はいるものだ。でもそれが全てじゃない。あなたたちのような人だっているじゃないか。少なくとも僕たちは台湾が好きです。仁風さんはこの言葉が信じられないとばかりにその表情を驚愕に染めました。それは楊燕さんも同じでした。日本人観光客の温かい言葉に救われ、仁風さんは再度の謝罪とそして感謝を彼らに伝えたといいます。こうして一同はまだ少し全体合流までの時間があったこともあって、それまで5人で食事に行ったそうです。入場料を支払っていたことはバレていたようで、そのお礼にと日本人観光客が提案してくれたのでした。気がつけばこの5人の心は通じ合っていたのです。仁風さんはもとより、楊燕さんもまたこのような考えを持つようになりました。勝手な思い込みや意図した真実の湾曲で人を判断してはいけない。自分で見たものだけが真実なのだと、楊燕さんはこの日を機にもう日本人へのひどい対応を一切やめたそうです。仁風さんとも理解を共にし、今ではとても友好的な関係だといいます。いかがでしたでしょうか。凝り固まった思想を持っていた台湾人が日本人との交流を経て考え方を変化させていくエピソードでした。彼が気づいたように、どこの誰だから全員悪いという考えは間違っています。いろいろな人がいて当然ですし、良い面も悪い面もあるのが人間です。だからこそ相手を正しく理解することが求められるのではないでしょうか。ここに登場した日本人たちの心や行動が台湾で出会ったガイドの価値観を変えたのです。私たちも彼らのように寛容な心で人と接することを忘れないようにしたいものですね。一体どういうことだ。日本ではこんな危ないことを子供にさせているのか。海外からやってきた旅行者は都内では当然のように見られる光景に驚きを禁じ得ないと言います。彼らの国では決して許されない行為に、中には思わず日本に怒りを向けてしまうほどの人もいるのだとか。しかしその背景を知ることで彼らは新たな発見に目を輝かせるのだとか。一体日本の日常風景の何にそこまで過剰な反応を見せているのでしょうか。今回は SNS にてこの日本の異常な光景についてエピソードを投稿したことで話題となったルーカスさんの視点で物語を紐解いていきます。早速一緒に見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。皆さん、はじめまして。僕はルーカス。普段は母国イギリスの初等教育機関で教師を務めているものです。私はある日、大好きなドラマシリーズの中のエピソードで日本の文化にまつわる題材が取り上げられたのをきっかけに、自分でも日本を訪れてみたいと考え、長期休暇を利用して日本へとやってきました。日本は世界と比べても教育水準が非常に高いことは僕たちの業界では有名な話です。今回の旅行くらいでそれらを垣間見ることはできないでしょうが、何か収穫や新しい気づきがあればいいなという気持ちで僕は日本へと旅立ったのです。日本の空港へと降り立った僕は、記念撮影もそこそこに、早速首都東京を観光でもしようと思い立ち、日本の鉄道を利用しようと駅へと向かいました。そうして東京へと向かっていく中で、僕はあることに気がついたのです。大きな革のカバンを背負った小さな子供たちが電車に乗り降りしていたのです。それもなんと驚いたことに、子供たちだけで、中には友達とではなく一人で電車に乗り込む子供たちもいました。僕は彼らが背負っている革のカバンがランドセルという通学用のカバンであることを知っていました。そのため彼らは日本でいうところの小学生なのでしょう。まだ10歳前後の子供が
電車に乗り降りしている光景に僕は開いた口が塞がりませんでした。こんな光景は母国のイギリスでは絶対に見ることができません。イギリスでは保護者は11歳以下の子どもに対して強い監督責任が生じます。例えば11歳以下の子どもを一人で家で留守番でもさせようものなら法律違反で逮捕されることだってあり得るからです。たとえ家だとしても 100% 安全であるとは言い切れません。ましてや子どもであればまだまだ危機感に乏しく、どんな形で犯罪や思わぬ事故に巻き込まれるとも知れませんからね。しかしこの日本の小学生たちは違っていました。彼らは早いうちから保護者の手を離れて一人、ないしは子どもたち同士で通学することが当たり前の日常に慣れてしまうのです。しかも大勢の人々がいる電車やバスを利用して学校まで登校するのが常だというのですから、きっと私たちの国では誰しもが驚くに違いありません。また、周囲の人々も彼らの存在は当たり前のものとして受け入れているのが分かったことも印象的でした。それだけ日本の治安が良く、当然のこととして人々の暮らしに溶け込んでいるのですね。もしも僕がイギリスで受け持っているクラスの生徒たちに子供だけで通学を許可されたとしても絶対に止めてしまうでしょう。我が子でもないですが、それでも自分の生徒たちに万が一のことがあってはと気が気ではなくなってしまいます。また彼らはみんな友達といるときはとても活発におしゃべりに興じていましたが、一人だととても静かにマナーよく過ごしていたことも印象的です。それだけでも子供ながら立派な振る舞いだと感じていましたが、中には車両内にいる他の年配の乗客に自身が今まで座っていた席を譲る子供までいました。僕は舌を巻く思いでした。大人が席を譲るというだけでもとても日本的な譲り合いの精神だと感動したことでしょうが、それを実践しているのは僕よりも一回り以上年下の小学生なのですから、イギリスの子供たちも利発的な子は多くいますし、そんな未来ある若者を僕も一教師として誇らしく思っていますが、それでもこういったマナーや道徳心についてはまだまだ成長途中です。対して日本の子供たちはこの年ですでにここまでの心の成長を見せているのですね。僕が後にこの日本での出来事に感銘を受けて日本の教育について調べたところ、日本の学校機関では道徳と呼ばれる生徒たちの心の発達教育の授業が一コマ分使って毎週のように行われていることを知りました。これは数学や科学などといった単純な知識ではありませんが、人として大切な心構えを伝えていく素晴らしい勉強だと感じました。さて次は日本滞在2日目のことです。ランチタイムが近づいてきたのですが、あいにくこのあとすぐに僕には予定があったので、ゆっくりとお店で食事をとっているほどの時間はありませんでした。そこで目についたカフェでサンドイッチと温かい飲み物を購入して、青空の下公園でランチをとることにしたのです。幸運なことに公園のベンチが空いていたため、僕はそこに腰を下ろして食事を始めます。すると近くのベンチに座っている子供が夢中になって読書をしていることに気がつきます。そこでふとこんなことに思い至りました。そういえば外で本を読んでいる人をよく見かけるな。海外では一人で外にいると皆スマートフォンを触ってばかりです。それ自体は日本でも多く見られる光景でしょうが、しかし電車の中なんかでも本を読んでいる人がいましたし、比率で言えば日本ではそのような光景を目にする機会が多かった記憶がありました。どうやら日本人は大人子供関係なく勤勉な人が多いのでしょう。漫画を読んでいる大人もいましたが、それもまた日本のアニメ漫画文化が根強いことを僕に知らしめます。僕はこういった背景に日本の教育システムが関わっていることに気がつきました。日本の教育は世界的に見ればかなり均一的に学習範囲を教えられると言います。例えばイギリスでは初等教育6年、中等教育5年、その後高等教育あるいは職業訓練の2パターンを2年選択できるので計13年の学生生活が一般的とされています。それだけならむしろ日本の一般的な12年の高等教育までよりも長いと思われるかもしれませんが、イギリスの教育方針としてはこの13年の間に生徒の将来就きたい職業に役立つ技術や知識を専門的に学習するのです。そのため
専門知識には特化できる一方、その知識には偏りが生じてしまいます。また早期での将来設計の決定もメリットも多分にあるものの、やはり学生がまだ十分に社会を知らないうちから自身の未来を決定づけてしまうこれらの方針は、子どもの選択肢を狭めてしまうとして警鐘が鳴らされているのも事実です。また例えばドイツなどでも類似の問題点が指摘されているとのことです。例えばドイツでは州によって教育方針が異なります。同じ国の中でも学習範囲に偏りが生じてしまうのです。さらにドイツでは初等教育は4年制となっています。それを終えた生徒は大別すると3つの進路から選択をすることになります。いずれの進路においても専門分野の教育を受けることになるため、ここから個人個人の知識の偏りがさらに顕著になって現れるというわけですね。当然専門分野が違ってくる構造上、就職先も限定的になってしまうため、こちらも同様に子どもの進路の決定づけが早すぎることが指摘されています。ではここで日本の教育を見てみましょう。日本では小学校から中学校まで特例的な学習範囲の違いはあるかもしれませんが、おおむね平等の学習範囲で教育がなされます。子ども同士での知識の偏りが生じにくいのです。いずれの国の教育も独特の方針があるため、一概に比較することは難しいですが、日本は教育の均一化がなされることと自身の進路の決定が比較的後から決められるため、生徒が興味を抱いた事柄があればそれを突き詰めるまでに時間の余裕が生まれるのです。他にも教育における問題点というのは挙げていけばキリがありません。イギリス、そして先ほども挙げたドイツでは現在親の収入による子どもの教育格差も問題となっています。階級社会が依然として残るこれらの国では大学まで進学できない人も当然存在します。随分と飛躍して考えてしまいましたが、いずれにせよ日本の街中の光景からもたくさん学ぶことがあると、僕はサンドイッチを片手にぼんやりと思考を巡らせるのでした。日本に滞在して早くも4日が経過しました。張り切って10日近く滞在することにしていたので、最近では日本のニュースをぼんやり眺めたりする時間もできました。ここでいくつか思い至ったのは、子供にとって安全な日本でももちろん危険はあるということでした。もちろん日本の治安は世界でも高水準に位置するでしょう。なので危険というのはあくまでも親や子供の不注意によって生じるもののようです。少し調べたところ、日本ではこの5年で子供の不慮の事故が約1300件発生しているといいます。どうしても子供というのは日常にトラブルが伴いがちです。それはある種仕方のないことです。熱中症やアレルギーによって病院に搬送されたというニュースもこの滞在期間中に報道されているのを見ました。これは世界的に見ても同じことでしょう。例えば2014年には中国でこのような悲しい事故が発生していました。とある小学校の昼休み、午後からの授業のために生徒は次の教室に移動をしていました。その生徒たちの歩く通路の途中に縦横約2メートルの大きなマットが壁に立てかけられてあったそうです。生徒たちは遊び感覚でこのマットを叩いたり蹴ったりしていました。すると衝撃によってマットがあるとき勢いよく生徒たちの方へと倒れ、近くにいた彼らに覆いかぶさったのです。これによりまだ小柄な生徒たちは衝撃で連鎖的に倒れてしまい、結果この事故で6人もの命が失われてしまったのでした。これは子どもたちの不注意を責めるよりもマットの管理がずさんであった学校側の不手際だと言えるでしょう。子どもは危険に対する想像力にまだまだ乏しく、危険なことに対して注意喚起を促すのはあくまでも大人の役目です。こういった事故の発生は可能な限り大人が食い止める必要があるということですね。そういえば日本では歩行者優先の道路も多くあるように思いました。海外では歩行者よりも車優先の道が多くある国もあるのです。そのため子どもたちが使うスクールゾーンでも危険な車両の横行が見られるのです。ひどいところだと木材を積んだ貨物自動車が登校していた児童たちのすぐ横をスピードを落とすことなく通過し、さらには道路交通法を無視して横にそれて走っていったというような事件もありました。日本では交通量の多い道路には基本的にカーブミラーを設置していますし、車両側にも徐行運転をするように
定められているそうですから、意識もかなり高いことが見受けられます。どうも日本の子どもたちは学校への登下校などを通じて地域の人々との交流を深めたりする機会も多いようです。生徒の下校時間には大人が定められた服装を着て道路に立ち、交通量の多い道路にて手に持った旗で走行車を一時的に止めて生徒たちの横断を補助している光景に遭遇しました。子どもたちの自律的な成長を促しつつも、地域の大人がそのサポートをしている側面もあるのですね。それに子ども110番の家と呼ばれる安全システムもあるようです。これは犯罪等の被害に遭う、または会いそうになって助けを求めてきた子どもを保護し、警察への通報等を行う子どもを守るボランティア活動の一種です。このようなシステムを導入している家庭は全国で1万6000件にも上るそうで、子どもたちも彼らの親も安心できる仕組みなのですね。そうしていくうちに日本での滞在時間はあっという間に過ぎてしまいました。長期的に滞在したのは僕にとっても学ぶものが多くて、とても幸運だったと思います。日本のきらびやかな都市部を見て回るのも旅行者としてとても楽しむことができたのですが、それ以上に教育的観点においても今回の日本旅行は有意義な時間だったと言えます。僕はイギリスに帰ってからすぐに自分の勤める学校に何か取り入れられる要素はないかと、学校での会議で他の先生たちを交えて意見を交換しました。実は教育シーンにおいてヘリコプターペアレントという言葉が存在します。簡単に言ってしまえば、子供に過剰に干渉してしまう過保護な親のことです。頭上でヘリコプターのようにぐるぐると回って我が子を監視する様を言い表しています。イギリスにはこのような保護者が顕著に存在しています。気持ちはわからないでもないですが、このようなヘリコプターペアレントはもっと極端で、ひどい時は大学に通う我が子を心配するあまり、その年で親子で授業カリキュラムを一緒に考えたり、大学側に親が問い合わせたり、課題を親が率先して取り組んでしまったりする例も報告されています。これではまるで8歳の子供と接するのと変わりませんよね。そういった意味でも日本の治安の良さは巡り巡って子どもたちの早期の自立心の芽生えにもつながっていると考えられます。国によっては治安的な意味でも子どもに対して話しかけたりするだけで不審者扱いをされるため、子どもに対して無関心になっている国も存在するのです。そういった環境からまずは着目していかなければならないと、僕は先生たちとの話し合いで警鐘を鳴らしました。学校が定期的に作成しているメールマガジンにも子どもの接し方についての記事をいくつか新たに投稿する取り組みも始めました。するとこれに色良い反応があり、保護者から子どもとの接し方に困惑しているという相談がいくつか舞い込んできたりもしました。こういった小さな取り組みから変わることもあると僕は信じています。それは日本の教育を見ていても自信を持てたことの一つです。一つ一つ地道に変化を促すことが子どもと多くの時間を過ごす僕たち教師の役割でしょう。いかがでしたでしょうか。ルーカスさんは日本の教育現場その一端を垣間見たことで新たな知見を得られたことがわかるエピソードでしたね。このエピソードをルーカスさんが SNS に投稿したところ、同じように教育に携わる人々や関心を強めている人々から多くの反響があったそうです。皆さんは子どもと教育に関してどのような考えをお持ちでしょうか。いずれにせよ日本の教育面でも世界に誇れる点は数多く存在していることでしょう。それらを一度じっくり思い返してみれば、今後の社会とのつながりで役立つシーンもあるのではないでしょうか。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。